誰もいかんく埼玉沖縄チャンネルのヒートヘビー、はい、埼玉沖縄チャンネルの沖縄の海桃色ピンク、純正シェービン、はい、よろしくお願いします。恥ずかしいな、桃色ピンクと同じこと言ってるだけだけど本当だ、気づかなかった今、はい、はい、ということで、うん、前回の動画でこちらのね、はい、備蓄されてる、うん、はい、倉庫を紹介させていただきましたが、すごかったな、まあ、これが全員渡るわけではない、はい、まあ、大事なのは、まあ、うん、自助、自分でちゃんと備蓄するっていうのを、はいはい、まあ、何を、ね、やったらいいかとか、うん、こんな商品もあるんだよみたいな感じのご紹介させていただいて、うん、はい、今日は実際に、はい、その備蓄されてたご飯を食べさせていただくと、朝食しましょうって言ってダメです、ああ、で、まあ、備蓄してるものをいただくのなるほど、まあ、先ほどね、なに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 、もう暴食しか言わない、暴食しか言わないし、うん、絶対カットするからな、もうなんで暴食は暴食、防災食を暴食っていうことをね、もう気に入った、そう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 、気に入ったんですよ、気に入ったんですよ、じゃあ使うよ、よし、いや使っても研修者のランチは、はい、ということで、はい、確かにな、まあ、あのさっきね、ゲンガさんもおっしゃってたけど、どうしても美味しくないとか我慢して食べるイメージがあるけど、まあ、そういうことじゃなくて、ちょっとでも食事をね楽しみにできるように食事ということですので、実際に作ってるところもちょっと拝見しながら紹介していきたいと思いますので、はい、すごいすごい、よろしくお願いします、はい、お願いします。で、先ほど見たもので、まあ、今準備してるのが、まあ、白米準備してます、はいはい、カレーですね、シチューも準備して、あとシチューカレーピラフ、ピラフ、こういったおかず的なのもあります。野菜、野菜、そういうのもあります。すごいシャカシャカしてる。これふりかけ風味？はい。中にも最初から入って。あ、これに水入れるんだ。あ、熱使う。これが、まあ、アルファ米ってやつなんですけど、はい、これ全部アルファ米なんですよ。一緒なんだ。一緒です。で、アルファ米っていうのは、お米って実は生で食べれないの知ってます。うん、はい。でんぷんとかをあってボリボリかじっても消化できないんですよ、人間の体は、はい、それを熱を加えると食べ消化できるアルファでんぷんっていうのになるんですけど、アルファの状態にしたものとして売られてるのがこれなんです。まあ、極端に言えばそのままボリボリ食べても大丈夫、水がなかったらそれでも大丈夫、すごい、まあ、めっちゃ顎疲れますけどリアル。で、これはまあ先ほど言ったみたいに長く保存できる形であるの で開けると中にどうなってるかっていうと、そう気になるね、まあ、普通にお米っぽいんですよ。おすごい、本当だ、普通の炊飯器にあるやつ、はい、でも炊飯器の横にあるカパカパした、あーそっかそっか、これを探ると中にこの雑酸素剤っていう、まあ、乾燥剤みたいな、これで長く持つような品質を保つための薬が入っているので、はい、これとこれは出してもらう。なるほど、はい、スプーンついてるんです。スプーンついてます。これなぜかというと、まあ、ここで準備してるんですけど、お皿とか食べ物のこういうスプーンとかない場合ありますよね、はいはい、そうするとこれがそのまま器になってそのまま食べれると。便利だな、はい、そのためにこれがついてるんです、はい。じゃあとりあえずこの調理法としては、まず先ほど言ったお薬を出してもらって、はい、でこの水、この線があるんですよ、矢印、見えますか、わかりやすいですね、はい、ここまで水を入れれば OK です。多分 200cc ぐらいでしたっけ、はい、入れておけば、まあ、1時間後にはできます。で、カレーもそうですね。とはいえ1時間も待つの大変だと思うので、はい、もう先に全部作っちゃいましょう、ね、あ、下から出てくるんじゃないですね、もう準備してこうやって1時間後にみんなでジャンプして、あ、なるほど、1時間後にジャンプしましょう。ジャンプって憧れますよね、まあ、あれやってみたかったんですよ、はい、できれば場所も変わってほしいんですけど急に冷たくなるじゃん。あ、これはわかめ、わかめ、わかめご飯です。はい、これ短縮するやつですか、もしかして。これそうです、短縮するやつです。これを防火医者から提供を受けた温めるパックがあるんですけど、温める、はい、中でお 湯、お湯が沸くという魔法の袋があるんですけど、この発熱する袋が入ってるんですよ、中に。これが、あ、なんか回路的な、はい、よくなんか駅弁とかで熱くなるやつあるじゃないですか、あれと同じ仕組みみたいで、僕順番間違えました、加熱のやつが先でした、あれ段取り、逆でしたね。あとはもう水を入れるだけです。やけど注意っていうから、それぐらいめちゃめちゃ熱くなるみたいです、そうなんです、なんか音鳴ってるの、ブクブクしてる、ブク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 してます、なんか沸騰してます、見えますか、これがお湯になったら20分で大丈夫、へえ、デイジ不思議なんだけど、なんで、まだ、あ、熱い、しっかり、あ、本当だ、後ろは熱い、熱い熱い、夏だったらこれでも美味しいかもしれない、冬とか、うん、あったかいの食べるだけで全然変わりますよね。あ、これ全然違うって言いますね。僕も被災地にいろいろ行ったんですよ。実は僕今の防災危機管理課仮の姿で、
那覇市消防局の職員なんですよ、本当、はい、消防士なんですけど。そうなんですね。え、はいはい、一緒です。東日本とか、あと熊本とか、うん、で熊本なんかも派遣で行ったんですけど、そういったところでやっぱり聞こえてくるのがご飯、食事、やっぱ冷たい食事が温かくなったらもう本当に涙流して喜ばれてる方とかいたりとか、そういうのがありましたね。自分あのコロナにかかった時に嗅覚が全然なかったんですよ、はい、その時にも1週間ぐらいも味がしないだけでとってもストレスが。そうです。だからあの備蓄の中で僕お菓子なんかの備蓄もだいぶ推奨してるんですよ。お菓子ってあの気分転換にいいじゃないですか。お菓子ローリングしやすいんですよ。すぐなくなる。逆になくなるぐらいな、はい、僕あのうまい棒とか好きなんですけど、もう51のおっさんがうまい棒買って食べてるからちょっとあの家族に言われるじゃないですか。だけどこれは必要、ね、備蓄だと。そうです。うまい棒いいんですよ。あれ砕いてこういう、うん、あのふりかけにして味変とか。あと避難してる人っていろんな人がいるから、例えば子供とかいて、うん、子供が泣いているとやっぱ悲しい気持ちになったりするじゃないですか。そういったお菓子とかでちょっと笑ってもらうとかね、うん、そういうのも大事かな。分けてあげる、シェアしながら、はいはい、そうすると隣の人と会話できたり、うん、仲良くなってもういろんなスムーズに、ね、確かに、うん、ワープしましょうです。やりたい、ワープ、誰かが多い。あ、いやいや、もうこれは原価さんが。いやいや、僕はもうあの、いや、そんなこと言ったら、ついた。ありがとうございます。だいぶ飛びましたね。2時間くらい飛んでたねえ、これ天井あるから降りてこれないはずなんですけどね。先ほどまで外に行ったということもあり、はい、田さんから、あ、どうぞどうぞ、お水もぜひ飲んでください。ありがとうございます。レジドとか言ってるやついたんだ。甘いニュースなんで、なんで、あ、甘い、あれ飲んでみてください。美味しい。まだブクブクはしてますが、いけますか。大体か20分ぐらいですか。どのくらい温まってるか。あ、本当だ。すごい。ちゃんと熱いよ。ちゃんと熱い。すごい。うわ、再利用できるんですか。もうブクブクしてる間は大丈夫ってあの業者が言ってたんで。で、一応ですね、紙皿準備したんですけど、災害時はやっぱりあの食べれるときにラップをするっていうのが大事なんですよ。なぜかというと洗えないので同じ皿を何度も使う。なるほど、はい、だからあの備蓄の中にラップ加えていただくとすごいありがたいですね。はい、もうちゃんとご飯できてますね。こちらちょっと、ね、水にあれ、ね、あ、使ってないところ。そうですね、このまま食べてみ て, 食べて、あ、そうです、白米としても、はい、こっちサブラ、はい、僕も緊張してたから本当混ぜないといけなかったんですけど、作る時混ぜるの忘れてます。全然大丈夫。全然思ったよりうまい。癖っていう感じの癖ないよ。へえ、うん、あ、じゃあ僕はこの実際についてるスプーン、これカレーいったら、うん、普通に、うん、炊飯器のご飯、はい、じゃあカレーいってみましょう。うん、粒ちゃんと立ってる。具も入ってるんですよ。本当に具入ってる、野菜カレー。あ、すごい。どうぞ。あ、すいません。いいんじゃないですか。やばい。全然うまい。いいでしょ。お、普通にカレーちゃんと、もううまい。ご飯のね、これのご飯の結構入ってますね。あ、これ結構入ってるので、朝食の人だと2人で1つぐらいがちょうどいいぐらい。で、これのいいところは、うん、こっち側のほら、あの、あれになってるので、閉じておけるので、後でまた食べるとかで。なるほど。てか、じゃがいもめっちゃ普通にじゃがいもですよ。美味しいんじゃないですか。ホクホク。これ結構好評で。これごめんなさい、非常食って感じ全くしないな。夕飯でこれ出されても全然別に。いいんじゃないですか。全然。あの作ってるメーカーさんも、うん、あの備蓄食にもいるんですけど、あの有名な会社、ハウスさんだったり、あのグリコさんだったりとか、そういう会社が出してるものなので、はい、慣れ親しんだ味だから、はい、確かに、すごく食べても違和感ないんですよ、めちゃめちゃ。うまいな。ただあのさっきも言ったあの宗教上の理由とかで、例えば肉がダメとかあるじゃないですか。だからこれ野菜カレーになってるんですよ、ね。あ、そういうことか。誰でも食べれる。ありがとうございます。なんか僕らもいろいろ研究してて、うん、特に那覇市はあのネパールの方がいっぱいいるんですよ、はい、住んでる。ネパールの人が食べれる防災食みたいなのを、はい、アレンジしてどうかできないかとか、いろいろそういう話し合いとかもしてます。へえ。意外だったのが、僕らはめちゃめちゃ美味しいんですけど、わかめご飯、うん、これはネパールの人に合わないらしくて、へー、なんかミルクがゆみたいのを作ったりとか、いろいろ研究したりとか、すごい香辛料とか、ね、ちょっとネパールの味に近づけて、なんか安心してもらうみたいな。追加追いパックしておきましょう。大丈夫ですか。来ました。おお、めっちゃ今絵がいい絵が。いや、これ閉めなくていいですか。はい、閉めましょう。熱っ。絶対熱い。男らしく行きましょうよ。本当に気をつけて。
しゃぶりだよ。え、おしゃれなんだっけ。正しく、あっさ、ダメだ。だったらこうならないで大丈夫です。はい。すごいせいなのかな。急に持ち上げ出した。マジで、これもうバカ売れじゃないですかね、これ。うん、マジでいいそのためのタオルだったんだ。そうそうそう、便利、便利ですね。やっぱ大事な備蓄ですね。備蓄ですね。やっぱここに備蓄してるんだ。確かに。本当僕がこの立場でやらないと。はい。あ、今飛んだ。どこに行く、どこに行く。あ、こっちにいる。来てるんじゃないですか。あ、もうバッチにいる。バッチです。バッチです。わかめご飯。うわ。これも野菜、野菜シチュー。この間に。これは本当にあのわかめのご飯、あの、うん、おにぎり、すごいですね。あのイメージです。すごい。めっちゃわかめ。たっぷり入ってるね。クロス、クロスして食べる。おかしいでしょ、それ。ボリボリになってる。あの、硬いとこ。あ、硬いとこ。すいません、混ぜるの忘れて。忘れてたみたいで。はい、でも、いい塩加減。うん、ちょっと食べたい。甘いですね、ちょっと。酸味も入ってる、うん。まあ言ったら、今ちょうど汗かいてるから、ちょうどいい塩分の。本当に。本当にわかめご飯。給食を思い出す。この単品で食べるとこれが一番僕も美味しいです、うんうん、あのカレー抜きとかで。そうです、はい、何にもなしでこれだけでいける。子供好きだね。子供絶対好き。うまい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 。たっぷり入ってるな。あ、こうやって。洗わなくて済むっていうね。うわじゃあこれを入れましょうか。はい、でシチューの方をじゃあ食べていただいて。あ、じゃあ俺これに入れようかな。あ、じゃあ私ちょっともらう。はい。あ、いいんじゃない、うん、なんか。いいっすね。シェアしてる感じ。この沖縄チャンネルさんの動画の食事いいっすよね、シェアしてちょっと食べようみたいな、あの感じめっちゃいいなと思っていつも見てます。相当仲良くないとできないと。ビーフシチュー、ビーフ、あ、これはビーフシチューです。ブラウンソース仕立てで、ブラウンソース仕立て、白もあるんですよ、実は、ホワイトクリームシチューみたいな。ちょっとかけます。そのままだとあの本当にそれ自体も食器になるし、全部最後にゴミも入れてパックしてやるとゴミもコンパクトに。こうやって立ちますもんね、これ。はい、そうそうそう。ちょうどいい。うん。どうですか。カレーより。めっちゃおしゃれな味する。カレーより。おしゃれな味。超美味しい。カレーよりこっちがいいです。これ好みもあるんですけど。あ、あ、うまいっす。うん。美味しい、美味しい。どっちですかね、カレー。どっちがいいかな。どっちがいいかな。本当にどっちがいいかな。こっちの方がやっぱ甘いというか。うんうん、あ、でも辛いのダメな人っているんですよ。うんうん、カレー僕ダメですみたいな、うんうん。ああいう人にはこっちがいいかもしれないです、ね。うまい。めっちゃ美味しいこれ。どうぞ。どうすかね。ワインと合うし。ワインと合うし。ワイン飲んだことある？ない。ないね。これとかも温めます。うん、温めておきましょう。もうちょっとあの、もう性能が低下してる。で結構この辺もカロリーとかも計算されてて、やっぱり1日に取れるカロリーってあるじゃないですか、うん、それを満たせるように作られてるので量もある程度、はいはい、あのボリュームがあったりとか、味がどっちかちょっと濃いめというか、そうです、じゃないですか。だから、うん、満足感というか満足感もすごい、すごい、すごい、いけるね、うん、お疲れ様でした。なんだろう、備蓄としても外出用だな、うまいのよ。でも、あ、でもその辺も含めてこの家族で備蓄どのぐらいっていうのも決めるといいと思う。でもあのたくさん食べる子がいるとか、元の備蓄があるよ、ね、あ、なるほど。あ、多分3日は持つと思う。3日いけます、いけますよね。ここは何日かこれは多分2時間2時間、まあまあ弱い2時間、燃費悪い2時間後めっちゃげっそりしてる、細くなってた、常に食べてないといけないこれも水もね、わかめご飯。あ、これは沸騰させてないやつですよ。じゃあさせてないやつ。あ、ずっと試してみますか。あ、確かに硬さも取れやすい。あ、今も絶対上がパリパリなってますね。でしょ、でしょでしょ、でしょって忘れてたくせになんかだろうの方がいいですよ、はい、いや、そこじゃないです。いや、はい、なんかちょっと姿勢関係みたいなこれはもう本当に温めずに1時間ぐらい今放置してるやつ。そうです、水だけ入れて、水だけ入れて。あ、でも全然一緒じゃないですか。もうちょっとね、あのわかめのおにぎりってあるじゃないですか、はい、あのイメージで多分冷たくても全然いけるかな。確かに。なるほど。これが温めたやつ、食べ比べで。あ、全然違う。あ、全然一緒。柔らかい。うん、あ、全然、全然大丈夫はこっち熱い方食べてる俺はそういうこと。あ、熱いの食べてる温めてる方。じゃあ、一回取ったかな、うん、どうすか、冷たい方。あ、全然、全然冷たくてもなんていうか、硬くなってないっていうか、はい、そうそうそう、なるほど。あ、本当だ。でしょ、
で上は少しちょっと硬い部分はお菓子だと思ってくれなんかアクセントみたいなこれ多分水入れて問題何作り方の問題で僕がちゃんと揉んどけばよかったんですけど熱湯で15分、水だと60分なので、うん、全然マジでなんか本当におにぎりですね、コンビニの、うんうん、そうおにぎりコンビニのおにぎりもっちもちぜひね、あのご自宅に買っておくといいと思います。いやもう、うん、でもめちゃめちゃ高くもないんですよ。例えば、うん、これでだいたい400円、500円とか、うん、もうぜひこういうのも、ね、あの備えていただいてローリングもいいけどこういうのも美味しくできますよっていう、うん、やっぱ専用のやつっていろいろ長所がありますよね、うん、スペース取らないとか、うんうん、確かに、はい、長く保存できて食べても美味しいで水も水だけでできる、うん、で極端に言うとこちらとかになるともう水もいらない調理もいらないそのままいけるみたいなこう開けても開けてすぐ食べれるこれもそのままでいけるそうなんだそのままいけるピラフがあるカレーピラフでただピラフっていうかどっちかっていうとリゾットっぽいんですよ。でこれの利点はあの今言った調理がいらないっていうだけじゃなくて例えば高齢者とかで歯が弱い人とか赤ちゃんみたいなちょっと離乳食的なのがいい人とかそういうのにも向いてるのでこういうのもそういうリゾット系はそういうメリットが受けたりお酒飲ましたらもっとたくさん喋ってくれそうだな、はい、行きます明るいなまだ面白いまだ午前中ですよ面白い連休出しますけど意外とね、楽しいっていうのも頭に入れてもらうといいかなと思います、ね、子供たちとこう分け合いとね、こうやっていろんなことを喋りながら作るスタートで、うんうん、外でやるとか、ね、そうそう確かに、はい、これもう完全になんか非常食って書かれてるけど、おかずおかずです、これはあの白米とかに合わせて食べるタイプのやつなんか非常食でおかずってあんまりイメージない確かに聞かないですねおーすごい匂い普通におかずで、これ結構辛いんですねこういう感じこれ辛いので、辛いの苦手な人はちょっと辛そう、めっちゃ匂い強いもんごぼうみたいなんですよおしゃれだったらね、ごぼうも入ってんじゃないですかでした正解です入ってますよね、はい、入ってますこういうこういうです、だから超濃い白米とかわかめと合わせたほうがいいです待って、結構塩分効いてるよ、これ、うん、これご飯と食わないと相当辛いんですね美味しいうん、合わせると美味しい。うまい。お肉入ってないですよね。入ってない。ご飯にかけて食べる系のやつで。ごぼう、人参、ネギ、生姜。あ、入ってる入ってる。あ、入ってます。鶏肉が入ってる。お、ミートみたいな。あ、結構味食うた。うわ。めっちゃおかず。すごいな。これは。めっちゃおかず。ご飯。これはご飯ないとダメだわ。ないと。大勢で食べてる時にこれが一個あったら、ちょっと味変だったりとか。子供にはちょっときついかな、うん、あと辛いの苦手な人はちょっと無理かもしれない、うん、言うほど辛くは、うん、まあでも確かにないから味の濃さ、塩味、うん、あ、これは噂の、はい、そのままいけるピラフ、まあ、そのままいけるんですけど、今ちょっと温めておお結構入ってる具沢さんあ、でもリゾットっていうと結構ご飯の形は残ってますね、はい、残ってますせーのよっ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 おっと素人が食い込めないところをやってるプロじゃないと難しいよちゃんと原画さんに助け求めてたからどういう反応するかなと思ってこんな感じですね、はい、いきますあ、これどんなからピラフっていうよりはリゾットうん、そうで、じゃがいもがデージ強いかなはい、そうどっちなの？これはね、あれなんですよ。結構薄味ですね。薄味。今までの比べたら薄味。え、うん。じゃがいもとかコーン入ってるから、ちょっとお子様向けだったけど、そのご年配向けっていう。そうそうそう。だってこれ絶対子供好きっす。子供好きだね。あ、そうそう。離乳食感が少しあります。じゃがいも。じゃがいも多いですよね。そのまま入ってる感じで。コーンも入ってるし。人参もあるし。これは本当、うん、好みがめちゃくちゃ分かれたんですよ。美味しいっていう人とそうじゃない。コーンもシャキシャキ。美味しい。シャキシャキ。はい、でもこの辺もなんか味変的なのって結構大事で、やっぱり大事、ね、メニューがいろいろ増えることになる。そうそう。いろんな種類をできるだけ取り揃えて、だけど偏らないようにっていうのも大事なので、いろんな年代、いろんな避難する方いるので。
いやでもめっちゃいい、今もちょっと今ありますが、後ほどまた美味しくいただきますわ。はい、いやすごかった、美味しかった。バリエーション的には何種類ぐらいあるんですか？もっと他にもあるんですか？他にもあります。例えばパンだったり、さっきも説明して、うん、であと物によってはサバの煮付けとか、え、豚汁とか、和食もある、はい、和食もあります。あ、この辺りもまたね、また食べる気満々ですね。飛んだらサバの味噌煮が出てくる。あ、本当ですか？よし、じゃあ次ね。じゃあプレムつけてくれる。まあ、実際にも変えたりもするということですので、うん、まあ、さっき言った日常の中に取り入れながらね、うん、はい、いざという時に備えていただきたいなと思います。はい、しかも辞書大事なので。ホームセンターとかで買えるんですか？あ、全然売ってます。あの、キャンプ用品店とかホームセンターとかで、今非常に便利な世の中で Amazon っていうすごいシステムがあるんです。あそこで注文すると確実に届きます。なるほど、初めて聞きました。アナログなんで。はい、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。どんなでしたっけ？沖縄製のって言って防災、開催防災じゃない。まともにね。じゃあすいません、ついていくんで。したいじゃん。あ、したいじゃん。排水防災。やるんかい。この動画がゆうたさんでチームね、チャンネル登録アンサーに高評価ボタンを出されることで逃げさぶら。せーの、沖縄チャンネル、したいじゃん。